銀座クロッシングトークは、一人一人の安心と夢を支えるソニーフィナンシャルグループの提供でお送りします。金融アナリストの小川真紀が時代を切り開くリーダーを迎え、多彩な視点で議論を深める銀座クロッシングトーク。今回のゲストはエコノミストのエミン・ユルマズさん。トルコ出身で日本の大手証券会社勤務を経て独立、独自の視点による情報発信を積極的に行っています。先日出した著書では、アメリカであらゆる資産価格が上昇する、いわゆるエブリシングバブルが発生、その崩壊が今起きていると指摘し、大きな反響を呼んでいます。アメリカと中国、ロシア、新たな冷戦の狭間で世界のマネーが日本に集まると考えるエミンさん、そこに日本経済復活は見出せるのか、クロッシングトーク。後編ではですね、冒頭にゲストの方にですね、必ず思い出のお品だったりとか、あるいはいつも大切にしてらっしゃるものとかっていうのをお持ちいただいてるんですけど、今日エミンさん何をお持ちいただきましたでしょうか。はい、私が高校3年生の時に世界生物学オリンピックにトルコ代表として出てまして、その時に実は優勝して金メダルをもらってます。おー、はい、すごい。ちょっと出してみます。頭の取っ手の部分が壊れてるんですけど、こんなもんなんですよ。いいですか、どうぞ。はい、素晴らしい。あ、結構重いですね。そうです、はい。綺麗。これがデザインで入ってますね。この時1996年、私ちょうど高校3年生の時に、はい、まあ、ウクライナ、今話題にもなっているようなクリミアで行われた第7回のですね、国際生物学オリンピック、そこでまあ優勝して、まあ、それが結局後に日本に来たきっかけにもなったんですが。そうなんですね。生物学オリンピックというのは何を実際に競うオリンピックなんですか。まあ、これは生物学の知識とですね、あとは、はい、まあ、問題解決能力とか、いろいろそういうものを競うんですけど、うん、現在は約70カ国参加していて、これ毎年やるんですよ。今年もロシアで行われる予定が、それも今度ウクライナ戦争で中止になったみたいですね。そうですね。残念ながら。それがきっかけで日本に来ることになったっていうお話がありましたけど、それはどういうつながりだったんですか。国際生物学オリンピックで私が1位になったので、そこでトルコの文部省系列の財団から奨学金が出たんですね。どこにでも行くことができたんですね。いろいろみんな結構アメリカとかイギリスに行く人が多いんですけど、私は日本に行きたいと、日本に行かせてくださいって言ったら、どうぞって言って言われて、私が1997年に日本に来たんです。17歳の時にですね。日本に行きたいとおっしゃった理由というのは、もともと日本には興味があった。そうです、もともと好きだったんで興味があったし、世代的にも、まあ、日本の、まあ、ゲームとか漫画で育った世代なので、日本に対するものすごい憧れもあったし、あとは、まあ、そもそもトルコって、ね、結構親日国家なんですけど、はい、トルコ の、まあ、近代化を目指してた人たちっていうのは昔から結構日本をロールモデルにしてたっていうのはあるんですね。留学で来日したエミンさんは東京大学に進学、生命工学を学び、大学院で修士課程を収めます。ところが就職先は大手証券会社でした。で、その生命工学を学ばれたのにもかかわらず、その後野村証券に入られた理由、はい、それはどういった理由なんですか。結構生物学って実験やるんですよ。で、まずその動物とか殺せないんですよ、私。そういう理由ですね。そう、かわいそうなんですよ。そういうなんかネズミとかウサギとかすごいかわいそうなんですよ。はい、と思ったら、これはちょっとなんか多分向いてないなと、ちょっと違うことやろうなと思った時には、生物に一番近くてお金も儲かるものは何なのかと思ったら、金融じゃないかって思いついたんですね。へー、また随分発想がこう飛びますね。株っていうのは毎日動くし、人みたいにこうやってね、生き物みたいになんか反応するし、いろんなものに対しては、うん、これは面白いと。でしかもなんかお金が動くから、なんかちょっとこのなんか儲けられるビジネスじゃないかっていう、その時当時思ったんですね。証券会社では機関投資家への営業などを通して日本株に精通。
そして退社後、日本株のプロとして活動するようになったのです。そのエミンさんが読む日本株、今後の見通しは。日本株ってね、どうしてもその米国株にこう引きずられやすい、あ、そうですね、っていうところがありますけれども、うん、米国株これだけガーッとこう下がってきてる中で、まあ、日本株についてはどのように今後ご覧になってます？まあ、ちょっと目先はやはりアメリカのバブルが崩壊するので日本も釣れやすすると思いまして、うん、まあ、どっちかというと今円安の影響があってですね、アメリカ株ほど下げてないっていうのはあるんですよね、うん、ただこれってあのドル建て、結構私癖でドル建てで見るんです、日経平均をね、はい、そう見るとまあ日経平均のドル建てで高値って大体290ドルなんですよ。ちょうど今200ドルまで下がってきてるんですね。つまりまあ約3割ぐらい下がってます、うん、でこれって大体今アメリカ株の下げ方とほぼ同じなんです。まあナスダックと実は同じぐらいドル建てでは下げてます。エミンさんによれば、日本株はアメリカ株ほど下げていないように見えるものの、ドル建てで計算し直すと同じような下げ幅になるとのこと。でそうなるとコロナショックの安値って150ドルなんですね。うーん、ちょうどだからの150ドルから290ドル、まあ、約倍いったんですドル建てで。なるほど。でおそらくコロナショックの安値、ドル建ての安値には戻るんじゃないかなと。あ、そこまではいく。そう、で、あの日経平均150ドルがでも為替がその時にどうなっているかで、あのその値が決まるんじゃないかなって、あの要は日本円建ての日経平均の値、つまり130円台のままだとおそらく2万3000とかあの2万2000まで下げる可能性はありますし、うん、150円いきましたと、そうなるとおそらく2万5000までなんですよ。そんなに下がらないんです、日本株って、うん、逆に120円に戻ったりなんかすれば115円とか、そうなると今度は2万円割れますね。だからそうするとそのドル建てで見てるっていうことで考えると、気になってくるのはそのドル円相場がどうなるかっていうところなんですけれども、その通りです。エミさん、その ちなみに どういうふうにご覧になってますか、ドル円。まあ、いずれはですね、これあのもちろんアメリカの景気があの大きく後退してインフレから一気にデフレになる可能性もありますけれども、うん、まあ、そうなった時には多分日本もう一回円高に戻りますが、うん、この状態だと日本が今ものすごく緩和にコミットしていて、アメリカがどんどん引き締めをやってるって、これあのドル円が150円までいってもおかしくないですよね、普通に考えたらね。であの日本が突然なんかあのイエルドカーブの許容範囲を広げたりとかそういうのやらない限りね、でもそうなさそうじゃないですか、なんか黒田さん。黒田総裁率いる日銀が堅くなに維持するイールドカーブコントロール。これは長期金利を 0% 程度に誘導する金融緩和政策です。0.25% を死守するという。こちらにもありますけれども、あのイールドカーブコントロールですね。10年債の利回りをピン止めしているというような状態にあると。この施策についてはどういうふうにご覧になってますか？まあ、あのこれを実施しようとしてた時 の、 その、まあ、世界経済と今はちょっと変わってきてるからね、グローバル経済がインフレになっている中でここまであの緩和にコミットする必要はあるのかっていうのは私は少し疑問があって、うん、一つだから考えているのは、全世界が引き締めをやっている中であの最終的な流動性供給元って日銀しか残ってないんですよ、うん、でそうなるとあの逆に日銀まで引き締めをやってしまうと世界市場が崩壊する可能性、もしくは崩壊が加速する可能性が高いんじゃないかなと思っていて、その意味で日銀はもしかしたらそういう意味で世界市場の救い手に名乗り出てるのかなと、そういう気もするんですよね、私はなんとなくね。ただそれって結果的には今の日本経済にとっていいのかっていうのは、まあ確かにその輸出企業にとっては悪くはないでしょうが、全般としては今コモディティ高が起きているのでそんなに良くないですよね。異次元金融緩和を始めて10年、未だ停滞から抜け出せない日本。岸田政権が掲げる新しい資本主義で未来は切り開けるのでしょうか。新しい資本主義よく分かりにくいという声もあるようですけれども、エミンさんどのようにご覧になってますでしょうか。まあ、新しい資本主義というのはおそらくアメリカって今あの
約3割の、ね、あの国 の, その財産って 1% の人の手に集まってしまってるから、はい、あまりにもその格差が広がってるから是正しようみたいな動きはあるんですが、でも日本ってそんな問題あります？あんまりないんですよ。日本の問題ってどっちかというと多分賃金ですよ ね, すね、この賃金が伸びないので、まあ、そこが大きな問題です。そうですね、でそこは私は実はですね、一番手っ取り早い方法っていうのは国が一気にあの公民の給料 10% ぐらい上げればいいんです、うん、だって国っていうのは一番大きい雇用主ですから、それがベース効果、つまりベースを引き上げることになるんで、民間企業っていうのは必ずそこに合わせてきますし、うん、企業にこうお願いすることだけじゃなくてできることがあるんではないかと。そういうことです。この後いわゆる新冷戦がなぜ日本経済復活の追い風となるのか、クロッシングトーク。ソニーグループで金融事業を担うソニーフィナンシャルグループは、金融のプロフェッショナルとして培ってきた人に寄り添う力とテクノロジーの力を掛け合わせて、一人一人の安心と夢を支えていきます。心豊かに暮らせる社会を目指して、ソニーフィナンシャルグループ。エコノミストのエミン・ユルマズさんとお送りしている銀座クロッシングトーク。世界経済がリセッション入りする可能性が出ている中、アメリカと中国、ロシアの新たな冷戦による世界の分断が進んでいます。しかしこの状況は日本経済復活の追い風になるとエミンさんは指摘します。前編でその世界的に非常に厳しい状況の中で、日本にむしろその、まあ、お金が集まってくるんじゃないか、はいはい、良くなるんじゃないかっていう話がありましたけれども、うんうんうん、資金がなぜ集まるのかっていうところを改めてお伺いできますか。はい、うんうん、ロシア の, あの海外資産って凍結されたんですよね、うん、でこれっていうのはあの、まあ、いわゆるその欧米ではない国にとってかなり実は大きなショックだったんですよ、うん、アメリカにお金を置いてるといつかアメリカと対立した時にはお金が全部凍結されてしまうと、 100% 同盟関係にあるわけではない国にとってかなりのこれ脅威だったんですね。でそうなると、じゃあその今までそのアメリカに行っていた、欧米に行っていたお金っていうね、じゃあ今度次どこに行くのか、先進国である程度投資先が豊富にあってですね、あのでさらにそのまあ資本市場がそれなりに深くて、欧米じゃないところっていうのは探したらそんなにないですよね。まあシンガポール、規模は小さいけどシンガポール、あとは日本ぐらいなんですよ。なるほど、うん、これだからあの私がこの海外資産凍結見た時に、あ、これアラブマネー日本に来るなと思ったら、その後にサウジが任天堂の 5% を取得したんですよね、サウジのファンド。そしてもう一つの追い風は、将来の業績の伸びが期待できるグロース株からマーケットのトレンドシフトが顕著になってきたこと。今までの相場っていうのは、まあ、グロース相場なんですよ、はい、成長、まあ、その代表っていうのは中国なんですけど、うん、つまりグロースっていうのは、まあ、成長すること、環境を犠牲にしても、あの、まあ、結局インフレを起こしても、 とにかく GDP 成長しようっていう考え方から、環境を大事にしましょう、 ESG やりましょう、あのよりあのサステイナブルな経済圏を作りましょう、うん、グロースからクオリティバリューに今シフトしようとしている、うん、はい、となると確かにその日本って GDP 成長率低いけど、 GDP 成長率そのものにそんなに価値あるのかっていうね、うん、GDP ってグロスドメスティックプロダクトだとみんな思ってるんですけど、私はあれはグローバルデッドプロブレムだと思ってるんですよ。GDP ね、確かに。だからその高成長を維持することが必ずしもいいことではないんじゃないんですかっていうことですよね。そういうことです。もうそのある程度成長して先進国になったらば、うん、もうその後はいかにサステナブルな世界にするかってことになってくると。でそうなった時には、実は私は日本がかなり、うん、まあ、日本が本来古来から自然を尊重して自然と和を持って生きようっていう、そういう精神っていうのはありますから、うん、そもそも例えばその、まあ、省エネって概念自体もあのオイルショックをきっかけに日本企業が
考えて作り出したものですから、その燃料消費が少ない車なんていうのも日本の自動車メーカーが最初に作ったわけですから、そういう意味で日本っていうのはこれ実際合ってるんです、このやり方っていうのは。だから GDP 一生懸命 GDP 成長させるってことよりも、あのサステイナブルな経済を作ろうっていう意味では、私は日本にものすごく追い風になるのかなっていうね、ただ世界のマネーが集まってきたとしても、現状の日本には解決すべき課題が山積しています。例えば生産性の向上って言ってもなかなか進まないとか、ね、構造改革ってもなかなか進まないとか、少子高齢化とかっていう、まあ、こういういろいろな諸々のことを克服するにはどういった施策が必要になってくるんですか、日本の場合は。日本っていうのは結構みんな何をすべきかっていうのは分かっていてもなかなか動けないっていうのがあるんですよね、日本の歴史を見てみると結構その外国から変化がもたらされた、もしくは外圧によって変わったっていうのは大きいんですよね、官僚組織の中にも政治側にも問題があるんですが、まあ、世界からそう求められればですね、日本を動かざるを得なくなるんじゃないかなと思ってるんですよね。そうなるとですね、割と日本人って確かにその動きにくいんですが、一旦動くと早いんですよ。確かにそういう面ありますね。そう、最後にですね、はい、番組をご覧になっているビジネスパーソンに向けて、非常にこう混沌とした難しい時代になっていくわけですけれども、ここを生き抜くためにぜひアドバイスをいただければと思います、はいはい。まあ、日本に私は足りないのはですね、実はその地政学的な見方が足りないと思ってるんですよ、世界でどういう動きが起きているのか、例えばなんでそもそもウクライナとロシアが戦争することになっているのか、この2つっていうのは民族的に何の違いがあるのかっていうのも分かってませんし、しかも日本がものすごく居心地が良くて海外にも行きたがらない。だから私は特に若い人に対しては、もっと本当にチャンスあったら海外に行って働いた方がいいんですよ。自ら志願して行って、そのやり方ノウハウ、考え方っていう、その現地の人たちの見方ですね、そういうのを身につけると、今日本に足りないその地政学的な軸、観点っていうのは、つまり5年10年先を読む力ですね。今まではどっちかっていうと、特にその戦後はまあアメリカの言うことを聞けば大丈夫だったんですけど、今からはやっぱりちょっと独自に日本がいろいろと判断して動かなきゃいけない。そうなるとですね、少し違う視点を持たなきゃいけないですよね。まあ、私たちが会社名複眼経済塾っていうんですけど、それっていろんな角度からものを見ようっていう意味で複眼って名前つけたんですけど、ぜひいろんな角度からものを見てほしいですね。なるほど、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。為替の水準感とかね、そういうところは間違いが私の見通しとはちょっと違うところありますけれども、地政学リスクも高まる可能性があるっていう状況の中で、むしろその世界から日本にお金が集まってくるっていうですね、これから日本が見直されるんじゃないかっていうお話は大変興味深く聞かせていただきました。エミンさんもおっしゃってたように、やらなきゃいけないことは分かっているので、そこをきっちりと実行できるかどうか、いい方向にこう変わっていくことができたらば、おっしゃってたような資金の流入っていうのは起こってくる可能性は高いのかなというふうには思いますね、はい。次回は V 字回復でソニー再生を果たした平井和夫さんをお迎えします。